タートラインに対して追い風、追い潮のコンディションが続く中、予選特賞の2つ目第10レースが始まります。この10レース1号艇で出場予定でした木下選手が欠場になりました。5選手の対戦です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。一般車特選競争12レース、スタートしますが、3号艇手前で様子を見た1番4番が好タイミング、1号艇まずはコーナーセンターで1号艇の柳沢はじめ、さあ3番4番のまくりゼリの格好、おっと2号艇キャビッター、5号艇乗り上げた、6号艇も V 字はスルッとすり抜けたが残念、一定転覆のアクシデントがあったか、1番3番4番が上位を形成しています。スタート前提正常、なお残念ながらお知らせいたします、2号艇の森高弘選手が転覆アクシデント。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました6艇、それほど差がないスタートになっています。1周1マークは1号艇厚みが先制ターン、3号艇後藤がまくる、切り込んだら2号艇藤井、内側から4号艇小原、最内を狙う6号艇新田が続きます。突破らしいですが差し合戦になっていますが、2号艇風中が外、内側からヘッサキをかける4号艇小原が並走、3番手から1号艇厚み、6号艇新田が続く、スタートは正常です。2マーク4号艇小原が先制ターン、切り込んでくる2号艇風中になります。風中が迫るか、外4号艇小原と並んでいる、3番手らしい6号艇新田、1号艇厚みが接戦、この内側から5号艇中北が続きます。2周1マーク突破らしい、内側から2号艇風中が先制する、4号艇小原がここは懐を切り込んだんですが後続に乗って、3段手5号艇中北、先丸切り込んだ1号艇厚み、6号艇新田、3段手らしいは内6号艇新田が1号艇厚みに並んでくる、このうちに進路を切り替える5号艇中北も食らいつく。2周2マーク3番手らしい、内側から5号艇中北、先まった6号艇新田が差し返すか、あるいは1号艇厚みが続くが3番手6号艇新田雄志が浮上、上位は2番4番6番最終周回です。1マークは2号艇藤井武人が先頭、2番手4号艇小原俊幸、おっと3番手ですが6号艇新田が優勢ですが5号艇中北が落水しています。4番手から1号艇厚み、依然上位は2番4番6番です。お知らせいたします、3周1マークでは5号艇中北亮が落水資格になっています。ボートレース三国福井パールライスカップ新米一歩まで争奪戦、本日はシリーズ最終日の競争です。戦い後半戦のカードに入ります。競争水面上は第7レース一般戦です。なおこのレース1号艇重成和人選手は欠場となっています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番、第2レース予選競争1秒前スタートしました。各手ほぼ揃ったスタートでしょうか。さて一周の一幕はまずインから1番の萩原、先手を取れるか。まくり出してきたのが3番の塩田でしたが届かずに、ここでまずは逃げました1番の萩原。この手2番手争いが焦点です。外では5番4番遠藤若林、内からは3番6番2番と、さあ残る5人のここは2番手争い。スタートは正常でした。先頭1番萩原からず、注目の2番手争いはちょっと4番6番5番と外枠勢がもつれましたが、6番の旗田が持ち直しまして、ここで単独2番手6番の旗田太一、後ろが3番4番、こちらが3番手争いです。3番塩田、4番の若林です。先頭1番の萩原秀人、2番手には6番の旗田太一です。3番手外を待って3番の塩田か、その後が4番、2番、5番で、ここは独走ぶっちぎり1番の萩原、2番手6番の旗田もほぼ安全圏、あとは3番手3番塩田がキープか、その3番塩田6番の旗田に迫りますがまだ届かず、そして上位3手後方で1艇がアクシデントの模様です。現在上位3艇は1番、6番、3番で最終第1ターンマークへ向かっています。なお5号艇の遠藤恵美選手が転覆資格、2周2マークで転覆資格となっています。
1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。第5レース、スタートしました。スタート良かったのは2コースから2番の稲田でしょうか。まくっていくか、2番稲田、しかし内から1番西山抵抗、1番2番が大きく振られてもつれあったが一定アクシデントです。その内をついて4番の足立がここで先頭立って2番手争いまだ3番5番6番と接戦模様です。なお1号艇の西山選手は1周1マーク転覆失格でした。3対3枠番通り進入インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。4号艇の松瀬のタイミング、4号艇の松瀬際どい、ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックスレッジ逃げる1号艇の松尾、2号艇の片岡内、外は3号艇の永井です。その後ろで4号艇の松瀬ですが、4号艇の松瀬スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。5号艇浅田、6号艇の谷川、1周2マークから直線コースへ、ここでお知らせいたします。4号艇の松瀬博美、フライング変換欠場です。4号艇松瀬に関する投票券はすべて変換払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。そして6コース6号艇の大久保慎一郎は初日1着2着の連帯マークです。10レースの予選特勝枠なり3対3でスタートしていきました。3号艇と4号艇がスタート先行、3号艇の中村出ていきますが、1番の山本が先手に3番まくっていきましたが、3番振り込んでしまっています。アクシデントになりましたが、先頭リードは1号艇の山本、追走は4号艇の音藤、2号艇の山田、その後6番の大久保、4番で離れて最後方5番の森永です。スタートは前提正常でした。なお3号艇中村が1周1マークで転覆のため失格、3番中村は1周1マーク転覆のため失格となっています。ボートレース平和島6日間シリーズ第59回東京中日スポーツ杯、第34回東京新聞杯シリーズ3日目の攻防は最終レースを迎えました。12レース指揮者選抜の開始です。なおこのレースは1号艇の石塚選手が欠場となっています。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇松本、4号艇浜野がコースアウト、まくっていくか3号艇松本、しかし1号艇和田、2号艇刺激が抵抗、おっと3号艇の松本と2号艇刺激が競り合って切り込んだ4号艇浜野、5号艇伊藤が続きます。後方では2号艇刺激にアクシデントか、スタートは正常です。お知らせいたします。1周1マークでは2号艇刺激が失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。カードから4号艇石倉好スタート、3コースがへこんでいるだけに内3倍早々と叩いていった。1周1マーク先制していく4号艇に2号艇と5号艇が握り合って、1号艇は小回りして5号艇にアクシデントがありまして、バックスレッジは早くもトップ独走4号艇石倉、2番手は2号艇の秋山で、その後ろに内から6号艇本村、外に1号艇大熊やってきて、スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回4号艇石倉、続いて2号艇握って秋山、その後ろ6号艇が追っつけて1号艇が差し返してホームストレッチです。5号艇の吉田裕樹は1周の1マークでアクシデントにより失格となりました。新人から1番2番3番4番5番6番です。さあ行こう、優勝戦12です。スタートしました。5コース5番の佐藤がわずかにコースアウト、1マークへと向かっていきます。1番鶴本の2線、2番の中田はサッシュハンドル、3番の浅見がまくってきまして、V 際は4番の川崎でバックストレッチです。
受け止めました。1番の鶴本がわずかに前です。一定周半差、2番手には2番の中田、その外側に3番の浅見、この両者の内側を伺っていくのが4番の川崎、その後ろに5番の佐藤か6番の野村、スタートは前提正常でした。一緒に巻く2番手争いは4番川崎の外側、2番中田がまくっていきまして、おっと6番の野村が一周にマークで転覆状況になりました。ハイアウト6コースは6号艇牧原隆、牧原もまずは後半につなげたい1走目です。スタイル3対3、第2レース内から1番3番2番4番5番6番でスタートしました。あまり差のないスイートになりました。一周1マークへ向かっていきます。インコースは1号艇の宮内、センター3コース2号艇の野津江が握っていきますが、イン受け止めました。1号艇の宮内、内を通って4号艇の金子も上がってきていますが、バックの中間地点、1号艇の宮内を押し切るか、内から迫る4番の金子、さあ4番の金子がへさきを入れて先頭ラスへ持っていきます。スタートは前提正常、2マークは4号艇金子が先頭ですが、1号艇宮内が握っていきますが、これはバタついて後方まで下がってアクシデントになりました。直線コースへ向いて先頭は4号艇の金子がリードを作りました。レースは2周目に入っていきます。なおここでお知らせいたします。1号艇宮内選手は転覆失格、1番の宮内選手は転覆失格となりました。ファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。ボートレース浜の子の浜松商工会議所回答杯ですが、中盤戦のメニュー第5レースの予選競争がこれから行われます。ここでファンの皆様にお知らせいたします。2号艇佐久間明ですが、返還欠場となります。2号艇の佐久間明は返還欠場となりますので、あらかじめご了承ください。進入コース、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番、第4レーススタートしました。少し中横みなんでしょうか。インから1番山田、いいスタート。5、6コースも好スタートが一周の1マーク。インから逃げる、押し切る1番山田、刺してくる2番3番、ちょっと山田が膨らんだか、刺した2番3番、ここで前に出ました。2番の安コーチが先頭に、判定審査外に3番の畑田、そして1番の山田3番手、1番山田の内に5番の栗木並んでまいりました。後続2艇が4番中口、6番の丸野です。大きく振り込んだのが3番です。なおスタートは正常ですが、アクシデントがありました。3号艇の畑田選手です。上位3艇現在2番5番4番、その後1番6番で、まもなく2周立ちたまる。スタートは正常でした。なお3号艇の畑田選手が転覆失格、1周の2マークでアクシデントでした。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。1秒前スタートしました。スロー3艇わずかに好スタート、1号艇2号艇3号艇が先手を取るか、1周1マーク。1号艇峰竜太がインから速攻で逃げる、3号艇が外から攻めて、5号艇の馬場がまくり出して入ってきた、バックス設置入って、さあ先頭は1号艇峰竜太か、5号艇の馬場吉田が2手進行方の2番手、すぐ後方2号艇3号艇井口と岡村正史、さらに後方は6番4番が追走。おっと5号艇2号艇が交錯しましてアクセントがありました。1周の2マークの攻防、スタートは正常でした。先頭1号艇峰竜太、2番手は3号艇岡村正史、後方4号艇6号艇2号艇、スタートは正常、スタートは正常でした。レースは2周目1マーク。なお5号艇は失格です。5号艇は 落水失格。進入インから1番2番3番ダッシュ、4番6番5番です。スタートしました。1号艇の西スタート攻めていきました。1号艇の西のタイミング、際どいかスタート攻めすぎたかもしれません。1号艇西ただいまスタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチ2号艇の後藤が先頭、1号艇の西が2番手ですが、スタートは判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。3号艇西岡、そして4号艇の赤澤、5号艇藤原、6号艇の谷川、一周2番から直線コース、ここでお知らせがあります。1号艇の西本子はフライング返還欠場です。1号艇西に関する投票権はすべて返還払い戻し、
お手持ちの投票券大切にお持ちください。2周1枠2号艇後藤さん、号艇西岡、内からは4号艇赤澤、バックストレッチ3号艇の西岡が2番手です。3艇審査4号艇の赤澤が3番手、その後ろが5号艇の藤原、6号艇の谷川です。2周2マークの旋回、4号艇の赤澤を攻めていく。2周2マーク2番手先手打つ、内川す3号艇の西岡。おっと2周2マークですが、5号艇の藤原にアクシデントがありました。5号艇の藤原にアクシデントがありました。5号艇の藤原さなですが落水失格となっています。最後のバック第5レース進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インカーナ早いスタートがありました。イーシノシマーク先は1号艇に行って3号艇でバック側に入っています。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして1番はフライング返還決定です。1番に関します投票券はすべて返還されますので最後まで大切にお持ちください。2マークですが4号艇の町取りに対して握り込んでいった2号艇、くるっと3号艇が運んできて内から3番4番2番3艇並びました。トップ争い、そして前にいる1号艇の川野ですがフライング返還決定で今から戦前離脱。さあトップ争い、2号艇4号艇とやってきて4号艇が3番を抑え込んで先に回って3番を回して差し返す2号艇藤原ですがさあここでばらけました。トップ争いから出てきたのが4号艇町取り勇気、リード3艇身で2号艇藤原2番手、定冠4艇身相手3号艇福田3番手も後ろからは6号艇がやってきています。これから2周の2マーク、さあ切り返してきた3号艇が潜り込んできた、2号艇弾かれた、3番2番もつり合って2番にアクセント、その間に6号艇横井が逆転、2番手浮上、3番手に上がったのが5号艇山川で体型は4番6番5番。レースは最終周回の1マーク、お知らせいたします。3号艇福田治は妨害による失格となってしまいました。そして被害を受けたのは2号艇藤原夏樹。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました第4レース、1番と4番が好スタート。さあ4号艇がスッと出ます。1号艇の上まで行きました。さあ1号艇の上まで行った4号艇の北川、角を4コースからまくり、後から3号艇の三笘がくるりと旋回、そして1号艇の金子もインコースくるっと回ってきましたが先頭4号艇の北川大地スタートは前提正常でした。4号艇の北川大地にまくり切りました。そして2番手が3号艇の三笘、そのインコースに1号艇の金子、最内は6号艇の田中、1周リマーク4号艇の北川、2番手6号艇が張って回る、1号艇の金子がつけ回る格好でここは1号艇の金子が握って回って単独の2番手に出ました。3番手に6号艇の田中孝之が浮上していましたが3号艇の三笘がそれを捉えて3番手争い、3番と6番が並走、さらには5号艇が近づいて2周1マーク4号艇の北川先頭、2番手1号艇の金子、4、1の体系後方3番手ですが3号艇の三笘握って回ります。後から5号艇と6号艇、ここは3号艇の三笘が握って待って3番手、少しリードを取りますがまだ食い下がっては5番と6番です。2周2マーク上位の2艇は4号艇1号艇と回る、そして3番手外目の方から3号艇の三笘がそのまま握って回って3番手の位置をキープ、上位台形4番1番3番です。レースはこれから最終周回です。角を4コースからスタートを出ましてまくり切りました4号艇の北川大地、今日はこの後は第12レースも登場します。そして1号艇の金子はじめ2番手後方アクシデントが発生してしまいました、アクシデント発生です。3番手は3号艇の三笘と変わっていません、413の体型です。なおアクシデントですが5号艇の富田城が落水のため失格です。4コース4号艇の弘中、5コース6号艇の桐田、大外5号艇の村松で3対3スタートしていきました。少しばらけました。1番3番4番が覗いていましたが2号艇も乗り返す展開から1マークになりました。まくれ3番に1番抵抗打ち合いで2番4番差し飛び込んでいきました。
さあ1号艇の向かいでは攻めを抑えながらの逃げでしたが先頭を抜け出してきています。追走は4号艇の広中と2号艇の岸本が接戦していましたがさらに6号艇の桐田、5号艇の村松、さらに3号艇吉川と競り合っています。アクシデントが起こっている2マークですがスタートは前提正常。先頭に1号艇の向かいだ、2番手は5号艇の村松、そして3番手は6号艇の桐田がわずかに打ち優勢です。なお4号艇の広中は1周2マークにおいて転覆のため失格です。1号艇と5号艇は 100m あたりから起こしてきています。1番5番2番3番4番6番スタートしていきました。これは早いスタートが見られます。ただいまのスタートは判定中です。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1号艇運んで5番の差し流れました。そして3号艇差していますがお知らせをいたします。5号艇の今村がフライング変換欠場、5番今村はフライング変換欠場です。5番に関する投票券はすべて払い戻しいたします。お手持ちの投票券大切にお持ちください。5号艇の花本剛、花本初輸出を目指すレースになります。3対3で1番2番3番4番6番5番の進入スタートしていきました。早いスタートが見られます。ただいまのスタート判定中です。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。さあ先頭に立っている1号艇なんですがお知らせがあります。このレースは1号艇の山本と6号艇のシローズ2艇がフライング変換欠場です。1番と6番に関する投票券はすべて払い戻しいたしますのでお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。